サルモネラとは、グラム陰性痛生菌寄生肝菌の腸内細菌科の一族に属する細菌のこと。主に人や動物の消化管に生息する腸内細菌の一種であり、その一部は人や動物に感染して病原性を示す。人に対して病原性を持つサルモネラ属の細菌は、三類感染症に指定されている腸チ,チフスやパラチフスを起こすものと、 感染型食中毒を起こすものとに対別される。食品衛生の分野では、後者にあたる食中毒の原因となるサルモネラを、特にサルモネラ属菌と呼ぶが、一般には、これらを指して競技にサルモネラあるいは、サルモネラ菌と呼ぶこともある。細胞内規制性細菌であり、チフス菌やパラチフス菌は主にマクルファージに感染して、貧血症を、 それ以外の食中毒性サルモネラは、腸管上皮細胞に感染して、胃腸炎を起こす性質を持ち、この細胞内感染が、サルモネラの病原性に関与している。サルモネラという属名は、1885年に、アメリカで、サルモネラ属の基準株であるブタコレラ菌 S、アンテリカセロバーコレライスイスを発見した、細菌学者、ダニエル・サルモンにちなんで名付けられた。ただし、 サルモネラ属に属する細菌の分離はそれ以前から行われており、人に対する病原性サルモネラとして最初に分離されたのはチフスキン S アンテリカセロバータイフィーである。チフスキンは1880年にカール・エーベルトにより命名され、1884年にゲオルク・ガフキーがその順培用に成功した。サルモネラと大腸菌の鑑別。 乳糖分解指示薬を含む培地で培養すると乳糖を分解する大腸菌は培地が応変し分解しないサルモネラは培地は青色になる単重酸と硫化水素指示薬を含む培地で培養すると単重酸感受性の大腸菌は発育阻害されてコロニー数が減少するが単重酸耐性のサルモネラは通常通り発育しまた硫化水素酸性により コロニーに黒変が見られるサルモネラ属は、腸内細菌化に属する細菌であり、大きさは0.52メートルぐらいの棒状で、収毛性弁毛を持ち運動性がある。サルモネラ属の細菌は乳糖を分解せず、またほとんどの菌種は、硫化水素を産生し、リジンを脱炭酸し、クエン酸を炭素源として利用できる。これらの生、科学的正常は、 同じ腸内細菌科の腸管病原性細菌と鑑別する上で重要である。また、サルモネラ菌は、マラカイトグリーン、単純酸、アセレン酸に抵抗性があるため、倍地にこれらの物質を加えたものを洗濯倍地として用いることで、サルモネラを優先的に検出することが可能である。熱や酸には弱いが乾燥や低温には強く、冷凍しても不活化しない。 この性質は、冷凍食品からもサルモネラ食中毒が発生するということに関連している。2005年現在、サルモネラ属は、生物学的正常から S アンテリカと S ボンゴリに分類され、さらに S アンテリカは6アッシュに分類される。また、血清学的には、細胞壁、リポタ等体である、黄光源と、弁毛タンパク質である、 H 高原の組み合わせで2500種類以上に分類される。サルモネラ属の分類は最近の中でも最も混乱の大きいものの一つであり、分類と学名表記を統一するための裁定が頻繁に行われている。古典的なサルモネラ属の分類は O 高原と H 高原の組み合わせに基づいたもので、1926年にホワイトが提唱し後に、 キャフマンが拡充したキャフマンホワイトの抗原表に従って行われてきた。この旧分類では、例えばサルモネラ属のうち OQ、HD という抗原型の組み合わせを持つものを S タイフィという一つの生物学的種として扱っていた。しかしこのキャフマンらの分類は、抗原型が異なる細菌は別の生物種として命名できるという考えに従っていたため、その後、 最近学分野全体として生科学的遺伝子学的分類が行われるようになると祖語を生じる結果になった。そこで1985年には生物学的分類と整合させることを目的にエスコレライスイスの一族一種とすることが提案され2002年にはエスアンテリカの一族一種とすることが正式、禁名として承認された。さらにその後2005年には S アンテリカと S ボンゴリの一族二種とし、アンテリカの下に6足を設ける分類法が採定された。この分類法によると、チフスキンやパラチフスキン、食中毒性サルモネラなどの病原性サルモネラは、ほとんど S、アンテリカサブスプ、アンテリカに属する。この足の中で、さらにキャフマン・ホワイトの分類に準じた抗原性の違いに基づく、 結清型による分類がなされており、例えばチフスキンの正式な学名は、サルモネラアンテリカサブスペシースアンテリカセロバータイフィーとなるが、サブスペシースアンテリカを省略して、S アンテリカセロバータイフィーと略記しても構わないことに、されている。なお正式に認められたものではないが、これを S タイフィーと略記することもしばしば行われており、本項目でも以下この略記法に従って表記する。 また研究者によっては、旧分類名であるエスタイフィーやエスコレライスイスを用いる人も未だに存在している。2005年1月に採定された分類では、サルモネラは以下のように分類されている。結成型については特に代表的なものだけを記載した。これらとは別に2005年にエスサブターニアが記載されたが、2010年に サルモネラ属よりもむしろエシャーキアハーマニーに近いことが報告され2016年には記号法ながらティランティバクターサブターニアという名称が提案されている。サルモネラは感染した宿主の細胞内と細胞外の両方で増殖を行うことが可能な細胞内寄生体の一種である。細胞内寄生菌にはサルモネラ以外に結核菌、レジオネラ、 リステリアモノサイトゲネスなどが存在し、これら細胞内寄生菌の多くは、生体内で異物の排除を担当しているマクロファージに鈍色されることで、細胞内に取り込まれ、その後、その殺菌機構を逃れて、マクロファージ内で増殖するものが大半である。これに対して、サルモネラは、積極的に細胞に働きかけて、細胞のエンドサイトーシスを活性化させる機能を有しているため、 マクルファージ以外の通常ならば鈍色活性を持たない腸管上皮細胞などにも侵入できる性質を持つ。サルモネラの腸管上皮細胞への侵入メカニズムサルモネラの上皮細胞への細胞内侵入には3型分泌装置と呼ばれる細菌の細胞質タンパク質を菌体外に分泌するための機構が関与している。3型分泌装置は 細菌の弁毛に類似の構造体であり、弁毛の毛に相当するタンパク質を宿主の細胞に突き刺して、その細胞内部に直接エフェクター分子と呼ばれるタンパク質を送り込む。サルモネラの一つであるネズミチフス菌の3型分泌装置の電子顕微鏡写真。サルモネラは大腸上皮細胞の表面に付着し、そこで上皮細胞に スリー型分泌装置を突き刺し、その内部にエフェクター分子を送り込む。この時送り込まれるエフェクター分子は、細胞骨格を構成するアクチンを再構成する作用を持っており、この作用によって、サルモネラが付着した周辺で細胞の形態が変化して、付着した近体周辺で義足のような構造が発達する。この義足様構造の発達は、 上皮細胞のエンドサイトーシスを促進し、このエンドサイトーシスによってサルモネラは上皮細胞内に取り込まれる。上皮細胞に取り込まれたサルモネラの一部はオートファジーによって分解されるが、残りはそのままエンドソームの内部で増殖する。このような気候の細胞内感染を行うものには、サルモネラの他に、セキリキニや一部の病原性大腸菌がある。 マクルファージによるサルモネラの鈍食。非チフス性サルモネラの場合、マクルファージにより殺菌される。チフス菌の場合、殺菌を回避して、マクルファージ内で増殖する。サルモネラ属の細菌のうち、チフス菌とパラチフス菌はマクルファージに感染して、その内部で増殖する性質を持ち、これが、チフス性疾患の発症に関与している。サルモネラは、上記した気候によって、 上皮細胞に侵入する以外にも、異物として認識されることで、マクロファージによって鈍食される。マクロファージは、食菌に特化した細胞で、強い殺菌機構を有しており、鈍食した異物を、ファゴソームという商法に取り込み、これと細胞内のリソソームが融合して、ファゴリソソームを形成することで、リソソーム内部の様々な分解酵素群や、活性酸素などの働きで分解する。 チフス正サルモネラを含めて多くの細菌はこの機構によって殺菌され分解される。これに対してチフス菌はファゴソームの内部からその消耗膜を介して3型分泌装置を細胞質側に突き刺しスピマイナス2と呼ばれる遺伝子領域に高度されたチフス菌特異的なエフェクター分子群を宿主細胞質に注入する。このエフェクター分子群は ファゴソームとリソソームの融合を阻害する作用を持ち、これによって、ファゴリソソームの形成が抑制される結果、チフス菌は、食菌を回避することが可能になる。リソソームとの融合が阻害されたファゴソームは、やがて、SCV と呼ばれる特殊な形態の症法になり、チフス菌はこの内部で増殖を行う。この感染マクロファージが、リンパ管から血液に移行することによって、チフス菌も、 また血液に入り込み、菌血症の発生につながる。サルモネラと同じような気候で、マクルファージによる殺菌を逃れる細菌には、レジオネラやブルセラがある。また、結核菌も、ファゴソームとリソソームの融合を阻害する性質を持つ点で、サルモネラに類似の殺菌回避機構を持つと言える。サルモネラ属の細菌は、自然界において、 様々な動物の消化管内に一種の常在菌として存在している。しかし人においては、健康な人の消化管における菌数は極めて少なく、その糞便からは分離されることはほとんどない。一部のサルモネラは人に対する病原性を示し、腸チ,チフスあるいはパラチフスと呼ばれる重篤な感染症を起こすものと胃腸炎を起こすものの二つに対別される。いずれも、 傾向的に感染する。前者はそれぞれチフス菌、パラチフス菌による疾患であり、これらをチフス性、サルモネラ、校舎の食中毒性サルモネラをヒチフス性サルモネラと呼んで区別することがある。チフス性サルモネラは人のみに感染する細菌で、患者の糞便から別の人に感染するほか、糞便によって汚染された土壌や水の中に残存しているものが感染源になる。 これに対して、食中毒性、サルモネラ菌は、ペットや家畜の長官に常在菌として存在する人獣共通感染症であり、そこから汚染された食品などが食中毒の原因となる。食品衛生の分野では、この食中毒性サルモネラを問題にして扱うことが多く、以前はサルモネラ菌、サルモネラ菌族という名称で呼んでいたが、 1998年には、サルモネラ属菌という名前に変更され、食品衛生上は、これが正式な名称として扱われている。また、オーラルセックスなどにより感染することもあり、性感染症として捉えられる場合もある。日本の家畜伝染病予防法では、S. ギャロナロムパロラム、S. ギャロナロムギャロナロムによる、課菌サルモネラ感染症は、法定伝染病に、 S. アボルテシュアキによるウマパラチフス、S. エンターティディス、S. タイフィムーリアム、S. コレライスイス、S. ダブリンによるサルモネラ症は届け出伝染病に指定されている。サルモネラによる胃腸炎の発症メカニズム。サルモネラが消化管に到達。スリー型分泌装置によって腸管上皮細胞に細胞内感染。感染細胞の機能不全により腸管内に液体が貯留。 高中級が浸潤して炎症を増悪セルモネラ食中毒は、本菌が腸管上皮細胞に感染した結果生じる腸管内への液体貯留と高中級浸潤による炎症によって起きると考えられている。典型的な感染型食中毒であり、その主な症状は強い腹痛、嘔吐、激しい下痢などの消化器症状、発熱などである。下痢瓶は、 緑色の粘液が混じった水曜瓶であり、時に海苔のつくだ煮のような粘血弁となることがある。また、他の細菌生殖中毒に比べて高熱が出ることが多いのが特徴である。抵抗力のないものは菌血症を起こし重症化することがある。稀に内毒素による排血症を合併し死亡することがある。潜伏期間は平均12時間ほどと言われているが、 S, S. エンターティディスの場合3から4日となることもある。一般的なサルモネラ属菌では発症するのに10万個以上の菌数が必要と言われているが S. エンターティディスは100個以下の菌数でも発症することがあり食品を返さない人から人への感染も報告されている。代表的な原因菌には S. エンターティディス、S. タイフィムリアム、S. コレライスイス、 SW が挙げられる。従前のサルモネラ属菌による食中毒はネズミが媒介する S タイフィムウリアムなどによるものが多く、日本でも戦後しばらくまではネズミの糞尿によって汚染された食品を原因とする食中毒事件が頻発していた。衛生状態の向上により過去のものと思われがちだが、最近は感染力が強いエースエンターティディスの鶏肉や 経卵を介した食中毒が増加し問題になっている。日本における食中毒発生件数の1から3割がサルモネラ属菌が原因とされている。特に経卵に由来する菓子による大規模食中毒が目立つ。経卵のサルモネラ汚染はかつては鶏の消化管内に寄生したサルモネラが総排泄空で卵角の外側を汚染するためと考えられた。そのため、 汚染防止には、鶏卵の洗浄が有効とされた。しかし、今日では、こうした卵殻の外側からの汚染のみではなく、S. エンターティディスなどが、鶏の卵巣や卵管に寄生し、ここから、鶏卵の卵細胞そのもの、つまり卵黄の部分に細胞内寄生したり、その外側の卵白などが補菌することによって、鶏卵を汚染していることも知られるようになった。しかもこうして、 サルモネラに感染した鶏卵からはしばしば発生を、まっとうして健康なヒナが孵化することが知られており、保菌には鳥が再生産されることになる。こうした親子間の垂直感染を、タけ卵感染と呼び、衛生状態に十分配慮した経営者でも、汚染鶏卵や汚染鶏肉が生産される原因となっている。ペットから感染する事例も報告されている。 アメリカ合衆国では1960の1970年にかけてミシシッピ赤耳ミミメに由来する感染が報告され死亡例の報告がある。もっともこれは不衛生な環境で飼育されることも問題とされており、むやみに動物に触れない。動物に触れた後には石鹸で手を洗う、台所などで飼育で生じた汚水を処理しないなどの衛生管理により容易に予防することは可能。 治療は、対症療法と乳期の論系抗菌剤による除菌になる。しかし、欧米では、耐性菌を誘発する、腸内細菌層を生み出し治癒を遅らせるとして、高齢者や小児を除き抗菌剤は、投与すべきでないという考えが、主流になっている。死者剤は、背筋を阻害するので用いられない、腸チフスの発症メカニズム、チフス菌が、消化管に到達。 上皮細胞及びパイエル板に近接する M 細胞に感染。M 細胞を介してマクルファージに感染。腸管膜リンパ節で増殖。リンパ管血液全身に感染腸チフスの症状の推移。グラフは体温の変化腸チフスはチフス菌の経口感染により発症する。消化管に到達したチフス菌は腸管上皮にある。 ハイエル板に近接する M 細胞に取り込まれ、これを介して、マクルファージによって鈍食された後、殺菌を回避して、その細胞内で増殖する。このマクルファージが、腸管膜リンパ節に感染を広げることで、チフス菌はリンパ節で増殖し、血液に入り、近血症を起こす。臨床所見では、2週間ほどの潜伏期間の後、 段階的に体温が上昇し、摂氏40度ほどの高熱が続き、バラシンと呼ばれるアーベニー色の発疹や、皮腫などが現れる。続いて、単純を通し腸内に大量に排菌され、重症例では、腸壁がエシを起こし腸管出血が起こる。その後、徐々に下熱し、回復に至る。パラチフスも、腸チ,チフスと同様の症状を呈するが、腸チ,チフスほど重篤にはならない。 治療は、乳気の論系抗菌剤の投与がある字になるが、乳気の論剤に低患受精の菌があり、その場合は、第三世代セフェム系抗生物質が使われる。感染源は、人の糞便であるため、衛生状態が良い地域での発生は少ない。アジア、アフリカ、中南米などで流行を繰り返しているが、日本では年間100例ほどが報告され、 そのほとんどが海外で感染したものである。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行時に2類感染症に指定されていたが2006年12月8日交付の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律により3類感染症に変更となった。サルモネラでは 感染しても発症せず肺菌だけ続く場合がある。また、発症症状が収まってから長期にわたり、肺菌が続く場合がある。これをサルモネラの不健感染者という。食中毒性、サルモネラ菌の不健感染者は通常治療の対象にならないが、食品従事者は、食中毒予防の観点から、肺菌が止まるまで抗菌剤の服用を指導される。 アメリカでは20世紀初頭にチフス菌の不健感染者であるメアリー・マローンが食品関係の職場を転々としチフス菌をばらまいて多数の感染者を出し大きな問題となった。乳幼児や高齢者など免疫機能の不十分な宿主の場合、損傷した腸管粘膜からサルモネラ菌が血流中に侵入することがある。乳幼児で問題となるのは髄膜炎であり、 高齢者では大動脈に形成された上種への菌の沈着がある。後者は大動脈瘤へと発展する恐れがある。その他、各種臓器への感染があるが、いずれも血液培養で血流感染が立証されない限りことさらに心配する必要はない。サルモネラ属菌は生物テロや犯罪に使用される危険性が指摘されており、実際に いくつかの犯罪に利用された実例が過去に存在する。このため、その取り扱いには、各国で制限が設けられている。アメリカでは、アメリカ疾病対策センターの定める、病原体カテゴリのうち、カテゴリ B の、食の安全を脅かすものとして、サルモネラが挙げられている。日本では、感染症法が2007年に改正された際に、チフス菌及びパラチフスエ菌が、 4種病原体に指定されており、保管、運搬、滅菌等の取扱い基準を満たした施設で取り扱うことが義務付けられている。日本では、チフス菌やセキリ菌を使ったバイオ犯罪が、戦前2回、戦後1回発生している。S. タイフィムウィリアムの突然変異株である TA 株は、細菌を用いた変異原生試験に用いられる。ありがとうございます。